おじやちじみおじやちじみは、新潟県おじや市周辺を生産地とするカラムシを使った麻織物。よりが、強い横糸で織った布を湯もみすることで、脂肪を出した織物である。国の重要無形文化財の指定要項に沿ったものが、南魚沼市を生産地とする越後上布と共に、国の重要無形文化財に指定、ユネスコの無形文化遺産に登録されている。 堀次郎昌春が越後麻布から改良したもので、昔は農民の副業として特に冬に生産されていた。おじや縮みの重要無形文化財指定要件は以下の通りである。17世紀、堀次郎昌春が絹織物であった赤し縮みの技法を応用し、越後麻布の改良に成功した。その改良は魚沼地方全体に広がっていった。当時は、 越後ごちじと呼ばれていた。17世紀中頃、小じやで、チジミ市が開かれるようになった。魚沼狩ま、首りでおられたチジミが、小じやの中がいびと、どんやに集められた。他に、堀の内十日町でもチジミ市が開かれていた。越後内な論には、4月から7月まで行われる、チジミ市には、江戸、京、大阪など、日本中の商人が集まっていたと書かれている。 1800年の北越市には大きな家も小さな家も民家は一軒残らず旗折りの音のしない家はない。皆縮みを負っているのだ。と書かれている。北越市の著者が越後を訪れたのは夏の頃で折りの最盛期ではなかったが、それでも多くの家が旗折りしていたという。完成の改革、天保の改革で高級品の売買や使用を制限されたため、 縮みどんやや生産者は大損害を受けた。江戸時代後半には、非常に精緻な域に達し銅線の穴を通せるほどの薄い端物を生産できるまでになり、大阪の盲人音楽家、峰崎高等作曲の手ごともの地下曲、越後寺市の中でも、越後の名産品の一つとして、縮みは、肌のどこやらが見えすく、国の風流を、と歌われている。 同曲は後に長歌にも取り入れられ、著名な歌舞伎舞踊曲となっている。1955年5月12日、越後縮みとして国の重要無形文化財に指定される。指定名称は1960年に、おじや縮み、越後城府に変更。1976年、越後城府、おじや縮み布技術保存協会が保持団体に認定されている。 2009年9月30日、ユネスコ無形文化遺産に登録される。堀次郎昇進は、ハリマ国赤市出身の浪人で、赤市次郎とも呼ばれていた。17世紀、同志三夜の昇夜の家に妻と二人の娘と共に移り住んだ。エチゴマフを改良し、村人に教え、魚沼地方に広げた。その改良は、横糸に強いよりを加えて、脂肪出し、海や、 布のさらし方にも工夫を凝らしたものだった。その後、おじやちじみは夏の高級織物として日本中に名が広がった。堀の死後、おじやちじみを発明し、おじやを発展させた彼の功績を称え、赤子堂が建てられた。今でも9月12日には織物組合による祭りが開かれている。また、赤市堂は2006年におじやし指定文化財に指定。 西脇屋はじめ、多くの問屋があった。また、小さな旅商人は、一人で三、四十単の縮みを、担ぎ、江戸へ行商に出かけていたが、やがて力をつけ、後に五福問屋などにも影響を与えるほどになる。行商人は組合を作り、魚沼に四十三人、久びに四十一人、狩場に二十五人がいた。ありがとうございます。